どうも、岡秀俊のまずは聞いてって第9回目でございます。道玄坂、あ、9回目ですよね。いや、合ってますよ。あれ出だしがさ、はい、英語で挨拶するんじゃなかったっけ。 Yes, yes, that's my, that was right. Hello everyone. Thank you very much for watching me. And this is 道玄坂 TV. This is my, なんだっけ、the title of this.Title of this program is 岡秀俊のまずは聞いてって Volume 9. So we starting out with the introducing my song, one of my song, 厳しい言葉が欲しい。 Can I start it? No, actually like I wanna introduce my producer, Toki san. 隣の声 Toki です。よろしくお願いします。はい、どうも Toki さんです。どうも、いやー、ありがとうございます。ね、なんかもう詰まりのね、たくさんやこれね、ほんとね、これでも世の中生きていけるからね、大丈夫や。ほら早速いこうか、厳しい言葉が欲しい。50分動画で、やってもいいし、25分動画ぐらいの話でもいいし。
うん、50分動画ぐらいでなんかいろいろわーわー喋りながら、ほうで、合間合間でなんかこう思い入れのある曲と、うんうんうん、新しく作った曲を披露していくっていう、なるほど、動画があっても俺は見てて楽しいと思うんだけど、なるほど、なるほど、嫌ですか？え、いいと思いますよ。もうスケジュールさえあればもう喜んで、ゴニョゴニョ言っとくよ。告知いきましょう。告知、はい、告知はですね、2月、ちょっと2月の、ね、15日池袋のフィールドというところで、ライブがあります。日曜日はね、2月15日、それから、2月の20日、八千代台、千葉へね、ゲーバープレイグラウンドというところで、ゲーバーってね、これね、ゲーってそっちのゲーじゃないですよ、ね、ゲーってあの芸人のゲーに、おそっちかい、バーってバーでしょ、でプレイグラウンドって、八千代台プレイグラウンドっていうところで、これニコチンのビークさん、さっきね、お世話になってる大先輩に、のイベントをに出ます。これ18時オープン、18時半スタート、前売り1800円、当日2300円、絶対回りの方がいいですよね。それから、2月の21日は、池袋の西口公園というでっかい公園でフリーマーケットのイベントがあるんですけれども、そこででっかいステージで、ああどうも皆さん、フリーマーケットもの売ってるってやってます、よろしく。ねえねえ、そうっすよね。これで22日、あ、これごめん、間違えた、さっき間違えた、2月の22日が東京マラソンですね。大変間違えました。2月22日でしたね。いや、東京マラソンで、歌を歌ってます。詳しくは全てホームページか Facebook で言います。よろしくお願いします。Facebook 5000人で終わっちゃうから。そうっすよね。基本的には Twitter フォローしてもらうのが一番いいと思う。あ、そうか、 Twitter は終わらないんですね。そうそう、あ、そうか、だから Twitter ちゃんと貼っとくんで。あ、本当ですか。ツイッターフォローしてもらえない。あ、そうですね、うん、ついでに道玄坂 TV のこのチャンネルも、うん、登録してると、俺がありがとうって言うよ。どんな感じですか。ちょっとください。ありがとう。あ、おおダンディーバージョンですね、ドキさんね。終わろうか。終わり。